ずらせ。お前たちは。お邪魔します。私たち遊撃士協会の者なんですけど。ああ、そのようだな。そこにいる若気の小僧はいささか知らんわけでもない。小僧とは言ってくれるじゃねえか。久しぶりだな、上村のさん。元気にしてたかよ。まだまだ若い者に負けるつもりはないからな。それよりもどうした？何か用があって来たようだが。うん、実は。なるほどな。道理で宣告まで外が騒がしかったわけだ。なあ、おさん、あんた前に北西部に渡ったとか言ってたよな。俺たちにそのルートを教えてもらいてんだ。断る。え？ちょっと待て。一つ聞くが、お前たち竜を見つけて一体どうする？操られているだけみたいだから、できれば退治はしたくないけど。だがゴスペルを破壊しても暴れられたら退治するしかねえだろう。背に腹は変えられねえってやつだ。やれやれ、話にならんな。どうやら竜を図体のでかい魔獣と同じくらいにしか考えていないようだが、あれは断じて魔獣などではない。大崩壊前から生き続けている神獣と言うべき存在だぞ。大崩壊前からって。それじゃあ1200年以上前から。なわけはねえだろ。
長生きはしてるみてえだが、いくらなんでも。いや、あり得るだろう。東方では竜は神獣として崇められている存在だからな。人の常識が当てはまるとは考えない方がいいぜ。マジかよ。確かに普通の魔獣とは一緒にしない方がいいかも。そんな存在を退治するなど自殺行為以外の何者でもない。まあ王国軍に任せて軍も当てにはならんが、あの男ならば、あるいは。え？とにかく若い連中を死地に追いやる趣味はない。悪いが力にはなれんな。でも、うん、なあおさん、あんたの気遣いはありがたいが、ちょいと的外れじゃねえか。俺たちはすでにシャレにならない敵には何度だって出くわしている。例えば情報部だったり古代の人形兵器だったりな。だがそいつらも危険だからって見過ごせる相手じゃなかった。内地へ絞りながら力を合わせて何とか乗り越えてきたんだ。今度の竜だって同じことだ。見過ごせる相手じゃねえが、闇雲に突っ込むつもりもねえ。だから俺たちに手を貸してくれ。アガット。アガットさん。なかなかいい面構えをするようになったじゃないか。そこまで言われたら俺も手を貸すしかなさそうだ。本当ありがとうございます。何、大したことをするわけじゃない。俺は準備のため一足先に向かうとしよう。西側の一番奥だから後から追いかけてくるがいい。後から追いかける？おい、北西に行けるルートを教えてくれるんじゃねえのか。教えるだけでは多分見当もつかんだろう。とにかく峡谷の西側に出てから歩いて行ける一番奥まで来るんだ。待ってるぞ。ちょっと仕方ねえ。おっさんの言う通り行ってみるしかねえだろう。そうね。峡谷の西側に出て歩いて行ける一番奥だっけ。ああ、入り組んだ地形だから迷わないよう気をつけるぞ。Yeah!
相手が悪かったな。ここまでたどり着け。おさ、ひょっとしてその橋を渡ったら。ああ、まっすぐ進めば中は空洞になっていて、奥に進んでいけば上の方に登れるようになっている。竜はその先にいるだろう。そっか、オンに切るぜ。さてと、俺は一旦小屋に戻るぞ。そうそう、岩山の空洞には危険な魔獣が徘徊してたはず。危なくなったと思ったら思い切って引き返すといい。小屋に来れば休ませてやろう。うん、ありがとう。せいぜい気をつけるさ。必要がありそうだ。おっと、また。そろそろアルセイユに連絡した方がいいだろう。そっか、それがあったわね。ジーク、本当についてきてくれたんだ。ジーク君、相変わらず常識外れなハヤブサだぜ。それじゃあジーク、アルセイユへの連絡お願い。さてと、これで準備は整ったな。うん、気合を入れていきましょう。うん、ああ、
相手が悪かったな。ってやつだな。相手が悪かったな。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。
これぞ勝利の美酒ってやつだな。が無事竜のいる岩山に到達しました。これから内部を通り抜けて竜のいる場所を目指す。そうか、全艦艇に通達。鉄鋼弾を装填した上で所定の位置に待機せよ。万が一竜が逃げ出しても絶対に包囲を突破されるな。イエスサー。
出直してきた。
相手が悪かったな。一人で接近する。うまくいけ、そのままゴスペルは破壊できるだろう。そっか、分かった。アガットさん大丈夫だ、心配すんな。失敗した時は援護を頼むぞ。はい、気をつけてね。作るしかねえ。手を貸してくれ。もちろん。はい、行く。みんな行くわよ。くらえ、ファイナルブレイカー。
みんな行くわよ。相手が悪かったな。倒したはずなのに。無限の生命力、伝承通りのようだな。ティータ、閃光弾を持ってるか。え？そいつで竜の隙を作れ。エステル、ジン、一瞬でいい。動きを止めろ。ゴスペルが壊れたか。アガタさん、アガタさん、大丈夫ですか。ああ、大丈夫だ。どうやらうまくいったみてえだ。うんうん、大成功よ。大したやつだぜ。
竜もなんとか倒せたし、一件落着といったところが見事だ。え、今の声はどこから聞こえてきた。おお、見事だ。人の子たちよ、我が名はレグナート。この地に眠る竜の眷属だ。これはお前が喋ってるのか。私はお主らのような発生器官を持っている。ゆえに念話という形で語らせてもらっている。お主らはそのまま声に出して語りかけるといい。言葉が通じるのなら確認したいんだけど、もう私たちと戦うつもりはないのよね。うん、あの働きに操られていただけだからな。よくぞこの身を戒めから解き放ってくれた。礼を言わせてもらうぞ。どういたしまして。礼はいい。俺たちがここまで来たのはてめえを解放するためじゃねえ。これ以上の被害を防ぐためだ。私が被害を与えてしまった町や村のことだな。意志を奪われていたとはいえ、確かに私にも責任があるだろう。さてどう償ったものか。悪いのは結社の連中なんだし、怪我人は出ちゃったけど亡くなった人もいなかったし、誠意さえ伝われば許してもらえると思うわよ。このようなもので伝わるか自信はないのだが、人の子よ、もう少しこちらに近づいてはもらえまいか。うん、別にいいけど。ったく、なんだったんだ。これって七曜石の結晶？金色の輝き、空の力を秘めたゴルティアの結晶か。私がつけた爪痕の償いだ。どうかお主らの手から町と村の長に渡してもらえぬか。なるほど、うん、そういうことなら。ダメだな。ちょっと分かったさ。うん、やはり物では誠意は伝わらぬということか。そういう意味じゃねえ。この大きさだと一つ1000万ミラといったところが1万分の1でいい。これと同じ結晶をよこしな。え？犯罪でも絡まない限り遊撃手を雇うのは有料でな。品物の運搬料だったら1000ミラもらえりゃ十分だ。それさえ払えば引き受けてやるよ。まったくもう素直じゃないんだから。うん、そういうことか。それでは受け取るがいい。よし、契約成立だな。この2つは責任を持って村長と市長に届けてやるぜ。
頼んだぞしかし先ほどの一撃はなかなかだったぞ。銀の剣士と戦っていた時は何とも頼りなかったが、一皮抜けたようではないか。廃校のことを覚えているんですか？操られてはいたが、意識は残っていたからな。小さき娘よ、お主の勇気とけなげさにはなかなか感服させられたよ。だから人間というのは面白い。あ意外とお茶目なところがあるじゃない。そしてお主は、なるほど、道理で覚えのある匂いがするわ。剣聖の娘だな。え？こいつは驚いた。どうして旦那を知っている？20年前、眠りにつく時最後に会った人間の一人だ。剣の道を極めると言って無謀にも挑んできたんだが、未だ双剣でいるのか？うん、ピンピンしてるけど。まさか竜とまで知り合いとは思わなかったわ。タグ、なんて親父だ。あ、そういえばねえレグナート、ちょっと聞いてもいいかな？なんだ。あなたにゴスペルをつけたのはあのレーベっていう男なのよね。実験とか言ってたけど、一体何の実験だったかわかる？誤解を解いておくが、漆黒の働きを私につけたのはあの銀の剣士ではない。教授と呼ばれていた得体の知れぬ力を持つ男だ。銀の剣士は教授の友としてここに現れた。そして私が暴走してからは被害が大きくなりすぎぬよう、彼が暴走を抑えなければ私は町や村を破壊し尽くすまで止まらなかったに違いない。そして教授の目的はただ一つ、あの働きが私に効くかどうかを見て完成度を確かめたかったのだろう。
輝く輪の福音としてもな。輝く輪？ちょっと待って、もしかして輝く輪がどういうものか知ってるの？それはどこにもないが、あまねく存在しているものだ。無限の力と英知とともに絶望を与える存在でもある。それを前にした時、人は答えを出さなくてはならぬ。それはどういう意味だい？私から言えるのはここまでだ。これ以上の関与は古の盟約により禁じられている。お主らを助けることも、彼らを止めることもできない。おい、さらばだ人の子たちよ。お主らが答えを出した時、私はもう一度姿を現すであろう。その時が来るのを祈っているぞ。ずいぶん遅いですね。エステルちゃんたち大丈夫なのかな？まさか帰り道にあったんじゃねえだろうな？その場合、危機を知らせにジークが戻ってくるはずだ。今は彼らを信じて待つしかない。ですがね。夕刻まであと1時間。それを過ぎたら突入を開始する。大尉、準備をしておけ。了解しました。その必要はない。なんだ今のは？どこから聞こえたのだ？あれ、なんか大きいのが下から上がってきますよ。何？リベールを守る通者たちに告げる。我が名はレグナート。悪しき者に操られていたが、遊撃士たちによって解放された。詳しい事情は彼らから聞くがいい。追いかけないんですかい？あの高度まで行かれてしまったらお手上げだ。アルセイユが無事でも我々の方が窒息してしまうだろう。やれやれ、これは奴らから徹底的に顛末を聞き出さなくてはならんな。まさかあんたがこんなところにいるとはな。どういう風の吹き回しだ？何？ただの気まぐれだ。妹子に備えるのだろう。わしはこれで失礼しよう。
邪魔なんて言ってねえだろ。その花はあんたかい？まあな。こんなことになるのであれば別の彩りを考えたのだが。毎年俺と同じ花を捧げている奴がいるとは思ったが、あんたとは思わなかったぜ。さてどうかな。わしもいい加減年だ。どうだったか忘れてしまったよく言うぜ。あの、私もお花備えてもいいですか？お？なあ、頼む。悪かったな、ティータ。わざわざ付き合わせちまって。ううん、私も一度ちゃんとミーシャさんに挨拶したかったですから。ありがとう、アガットさん。おいおい、礼を言うのはこっちだろう。それに仕事が一段落したら会わせるって約束だったしな。そうでしたね。竜にも言われたそうだが、お主変わったようだな。落ち着きのようなものを感じさせるようになったぞ。よせよ、まだまだ未熟さだが、てめえの未熟さとまっすぐ向き合うだけの覚悟は、全てはここからだ。ふん。お主の言っていた軍という組織の弊害だが、改めて考えたらお主の言葉も一理あると思ってな。あれはその単なる八つ当たりだ。別に軍が間違ってるとかそんな風には思っちゃいないさ。まあ聞け。今回の顛末で分かったのだが、人と組織は異なるということだ。軍の組織力が役立つこともあれば、遊撃士のフットワークが良い結果を導き出すこともある。どちらが欠けても今回の事件は解決できなかったと思われるか。まあな、あんたらの作戦があったから竜の居場所が分かったわけだし。リシャールの言葉ではないが、オーブメントが発明されてから物と情報の流れは早く大きくなった。それを効率的に処理するために組織というものは巨大化しながら細分化することを余儀なくされている。軍がそのいい例だな。国境師団、飛行艦隊、王室親衛隊、王都警備隊。うん、そしてそれは時代の流れに対応するための進化と言えよう。そこから抜け落ちるものが少なくないとはいえ、もはや後戻りはできんのだ。だからお主は、私たち遊撃士は我々とは違うやり方で守るべきものを守るがいい。互いの守るもののために時には対立し、時には協力し、そうすることで互いを補い、正しくあらんと確かめ合う。それがわしらの関係の正しいやり方だと思わぬか。
違いない。まあこれからもせいぜい突っ込ませてもらうからな。覚悟しとけよ。それはこちらのセリフだ。軽はずみなことをしないよう日頃から心がけておくのだな。和やかなところを悪いが少し邪魔させてもらうぞ。お主は将軍閣下とはこれが初めてか。ミクラウヘビの執行者レオンハルトというものだ。以後見知りおきを願う。何？てめえどういうつもりだ。ここは死者の眠る場所。するべきことは一つだろう。お前こそ先日の続きをここで繰り広げるつもりか。わかったさん。わかってる。レオンハルト検定レーベと言ったが、わしも死者の眠る場所を騒がしたくないのは同じだが、一つ聞かせてもらおうか。ご随意。今回の事件でお主は被害が大きくなりすぎるよう竜の暴走を抑えたそうだな。今も死者を悼むためにそうして祈りを捧げている。そんなものがどうして破壊と混沌を招こうとする。何か避けられぬ事情でもあるのか。竜の暴走を抑えたのは実験を正確に行うためだ。それ以外の意図はない。だが俺は俺の命ずるまま結社の手足として動いている。何者の意志にも左右されずにな。ハーメルの沈黙を強いられたあなた方と一緒にしないでもらおう。どうしてその名前が。さてとアガットクロスナ、覚悟が固まったからといって実力が伴わなければ意味はない。今度は剣が砕けるだけで済まされるとは思わないことだ。上等だ。てめえこそいつまでも余裕ぶってられると思うなよ。すぐに追い上げてやるから覚悟してろよ。楽しみにしているぞ。あのお兄さん寂しそうな目をしてました。お祈りをしてる間将軍、ハーメルってのは国境を越えたところにある帝国側の村のことだよな。お主その戦争前はラベンヌ村とたまに交流があったはずだ。今じゃ全く途絶えちまってるらしいが、どうしてその名前が出てくる。そのことについてはわしの口から言うことはできん。国家間の問題に絡むのでな。何？ただこれだけは言える。もしもわしの想像が当たっているのであれば、あのレーベという男、よほどの地獄を見たに違いない。